こんにちは、マサイン6494です。今回は全国御朱印巡りの旅の滋賀県の近江高島駅にある白鬚神社に行ってきたので、そのことについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、滋賀県。なぜ滋賀県っていうと、もともとは京都を拠点にして、兵庫県と奈良に行く予定だったんですけど、兵庫県の方が新型コロナウイルスの患者数がすごく増加しているということで、御朱印が郵送限定になってしまったっていうのに直前に気づいて、やめて、じゃあ近い滋賀に行こうかということで、もともと選択肢の一つにあって白鬚神社なので行ってみました。はい、近江高島駅ですね。はい、こちらが近江高島駅になります。まあ、微妙にね、ガラスを見るとね、写真写ってる私がちょっと見えてるんだよね。ちょうどなんか顔が見えないようになってるんだけど、はい。しかもね、前日、なんだっけ、名前が出てこない。愛宕山だ。愛宕山登ってきて、まあ、愛宕山のせいではないんだけれど、疲労の蓄積関連で、右膝をちょっと痛めていて、ここの場所に行くときは結構痛かったです。右膝。なので、多少引きずってる感じのように歩いてきましたね。微妙にいつも、登山してるので、全然余裕なんですけど、歩くの。ただ、痛みがあると30分ぐらいの、徒歩30分ぐらいの位置にある場所まで歩くのが結構きつっと思いましたね、久しぶりに。まあ、そんな感じでございます。まあ、道としては、行き帰りも、琵琶湖沿いを歩いていきました。なので、他の動画で琵琶湖沿いを歩いている動画もあるので、よかったらそちらもご覧になってください。そして、一気に飛ぶんですが、約30分ぐらいかけて、近江高島駅から30分ぐらい行くと、琵琶湖に浮かぶ鳥居の、まあ、結構有名なところですね、があります。こちらですね。まあ、こちらの、動画もあるので、よろしかったらそちらの動画もご覧になってください。まあ、結構人いましたね。ここに着いて、ご飯持ってきてたので、サンドイッチとおにぎり。なので、階段になってるんですけど、階段に今座って写真撮っていて、で、階段に座りながらご飯食べてました。意外と、まあ、この日は土曜日かな？土曜日だったので、まあ普通に人はいて、ただ、滋賀県の近江高島駅からは、まあ、そんないないけれど、全然いなくもないぐらいの人な感じでした。ただ、白鬚神社には結構人がいました。あ、いるわ、結構っていう感じでしたね。はい、そして反対側が、ここが白鬚神社の鳥居になります。で、見てわかる通り、国道が通っていて、今さっきの絵、琵琶湖に浮かんでいる鳥居の方と反対方向なので、ここを渡らないといけないので、結構危ない場所です、ここの道路。車にぶつかったりしちゃうので、すごく気をつけないといけないところですね。で、渡ってるところを、写真撮りました、人が。はい、まあ、それはいいですね。そして、なんか鳥居入って、まあ、見えますけど、ここが白鬚神社になりますね。まあ、神社的には、まあ、シンプルな感じなんですけど、場所の、まあ、いろいろな立地というか、まあ、ちょっと駅から離れていて、徒歩で行くには、まあ、困難なところなんですけど、ただタクシーみたいのあるみたいですけどね、予約制なやつ。まあ、ただ徒歩で行く予定だったら徒歩で行ったんですけど、
もし徒歩で行くんでしたら、琵琶湖沿いを歩くとすごくいいですね。晴れてる時とかは、すごく気持ちが良かったですね。あと釣りに来てる人とかもいて、すごくいいですね。はい。ということで、こちらが白髭神社の御朱印になります。令和2年12月12日。で、今回は、書き置き飲み対応になってましたね。新型コロナウイルスの影響だとは思うんですけど、書き置きでもらいました。御朱印は300円でしたね。はい。まあ、白髭神社結構、まあ、場所的には有名で、まあ、来てる人はすごくいましたね。なので、滋賀の最初に行ったところが白髭神社ということで、まあ、行きたかった場所の一つでした。はい。ということで、今回は全国御朱印巡りの旅の滋賀県の近江高島駅にある白髭神社に行ってきた動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。